私がそのゲーム、あの、知り、やっぱり釣りなのか。そう、釣りゲームあったんだ。だからなんかそれ言ったらそんなゲームあるわけねえだろって、あの、12、3年前に言われて、いや、本当にあったんだよって言っても誰も信じてくれない。私のゲームがあるみたいな感じなのかな。この前中古店で売られてましたね。マジで？あのゲーム買ってきてやろうか。ねえ、あの、信じてもらえないと思うからさ、あのゲーム買ってきてやってみようか。持ってないよ、さすがに。あのゲーム。松方弘樹のワールドフィッシングですかね。そうそう、そろ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 、ね、あれか、あえてあれか、奇抜、あれで、あえて奇抜なゲームばっかやろうか。ねえ、あの、誰もやってないようなゲームばっかやろうか。ねえ、こんなゲームあったのかっていうぐらいです。あ、結構、あの、ゲーム歴長いんで、いっぱい知ってますよ。そういうゲーム。Amazon で600円ですね。プレミアついてない。わら。マジで600円なの？買おうか。ねえ。誰が見んだろう、そんな動画にしても。ねえ、あ、いいんだよ。いいんだよ。あの、誰も見なくたってさ、あの、なんか、リスナーさんがさ、あの、笑ってくれればいいと思うよ。ねえ、あの、たまたま見たリスナーさんがさ、この人何やってんのって笑ってくれたらさ、それでいいと思うよ。ね、面白ければいいと思う。舛添洋一、朝までファミコンとかありましたね。あれね、プレミアムついてるんだぞ、確か今。あの、舛添洋一のあれでしょ、あの、ファミコンでしょ、あれテレビで舛添さんがこういうのを出し、あの、出てたっていうので、出た瞬間にプレミアム価格で値段が確か1万超えてたはずだぞ、あれ。今は安くなったと思うけど、あれすーげえプレミアム価格ついてたんだよ、あれ。あの、テレビでやってたじゃん、テレビでサザン版もあるな、松方さんの釣りゲー。 あ、そうなんだ。あの、テレビで、あの、出した途端にプレミアムゲーになっちゃったからね、あれ。あれもそうじゃん、あの、なんだっけ、加トちゃんケンちゃん、 PC エンジンの加トちゃんケンちゃんも、あの志村けんさんが亡くなっちゃったら、あの、なんだっけ、一時期今は4000くらいで落ち着いてますね。あ、それでも4000もすんの？高いな。それでも4000もすんのかい。え、あれ昔、あの投げ売りされて、俺の記憶では投げ売りだったよ、あれ。今でも4000もすんだ。すげえな。やっぱ一回プレ価格ついちゃうとそうなっちゃうのか、結局は。一回でもあのプレミア価格ついちゃうと。加トちゃんケンちゃんもね、一時期ね、あの、すごい値段ついてたからね。みんな安いところから買っていくから、どうしても高いやつが残ってしまう。ああ、だからなんだっけ、最近なんだっけ、あの、ほら、あの、レアなゲームを探そうと思ってさ、あの、何だっけ、あれ、ヤフーオークションとか見たけど、ヤフオクとか大変なことになってるよ今。だから、あの、私が記憶だと、なんだっけ、1000円ぐらいのソフトだったやつが、今ヤフオク見たら4000とかになってるよ。多分原因は、多分自粛になってから、あの、みんなレトロなゲームやり始めたじゃん。あの、ほら、あの、インターネットが重くて使い物にならないし、あの、年取った人とかは、じゃあ昔のゲーム機出そうぞってなった結果、今レトロゲーム自体がすごい価格になってるからね。あ、不思議なボレロですね。これはコレクボンもよく売れますね。ああ、売れるだろうね、マジで。コレクボン、あ、だからほら、あつ森、集まれ動物森の攻略本が、あの、多分今年の書籍で最も多分ヒットしたんじゃないかと思う。カセットのみなら投げ売りでしたからね。そう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 。あ、そうそう、あれだよ、なんだっけ、私がゲームボーイでやってたアレサってみんな知ってる？ヤノマンって言って、あの、今だとパズルか、あの、パズルってあるじゃん、100ピースパズル、あ、1000ピースパズルとかのパズル、あのパズルメーカーのヤノマンさんが、あの、発売したアレサっていう RPG があったんだけど、あれ今とんでもないプレミアム価格になってるよ。アレサの1,2,3 が、あの完品、箱説明書付きだと1万2000円とか1万5000円ぐらいで売ってますね。で、あの、高いところだと全部揃ってると2万円ぐらいで売ってますね。なんか見た瞬間に血焼きそうになっちゃったね、本当に。あの会社ゲーム出してたんだ。あ、正しくは発売ね。あの、制作してるのは違う、あの、制作してるのは違くて、あの、発売、あの、あれと同じ、ほら、あの、なんだっけ、ジューベイクエストは、あの、ナムコが発売ね、あの、作ったのはバースデーね、あの、なんか勘違いしてる人いっぱいいるんだけど、ジューベイクエストはなんでナムコこんなの作ったんだって言ってるんだけど、違う違う、あれ、ナムコは発売ね、あの、あれとね、女神転生もそうじゃん、
女神転生もアトロスじゃなかったっけっていう人いるんだけど、そうだよ、発売が何あれさに、Amazon で18,800したな。高いでしょ、だから、あの、大変なことになってるよね、多分。あの昔ナムコは、なんでナムコで発売したのかっていうと、あ、ごめんなさいね、あのナムコは、当時、任天堂から、セカンドパーティーで、ソフト制限がなかったの。だから、ナムコから発売すれば、ソフトの制限がないから、たくさんソフトが発売できたんだね。だから結局、ナムコから発売っていう風にしたのかな。だけどそれが任天堂にバレちゃって怒られて、セカンドパーティー の権利を取り上げられちゃって、ナムコはメガドライブとか PC エンジン、ドラえもんの教材ゲームがゲームボーイであったな、そうに行ったので、それでもほら苦戦しちゃった結果、ドラクエもエニックスが発売で制作はチュンソフトでしたね。でそれでほら旧約旧作版はナムコでしたね。そう、女神転生。そうで、ちなみにそれでナムコは困って、実はね、わかんない、これは噂なんだけど、もしかしたらどっかにまとめられてるかもしれないけど、実はナムコで32ビット機のゲーム機を開発してたらしいんだよ。実はナムコで自社でハード作ってたの。でも自社でハード出して、失敗したら会社潰れちゃうじゃん。でその話をなんかソニーが聞いて、じゃあうちが作ってるからうちでやったらって言って、ナムコはソニーと手組んで、ほら結果ほらプレイステーションはナムコがガンガン出し始めたじゃん。多分それはそういう話を聞いたことがある。まあもしかしたらフェイク情報かもしれないけどね、フェイク情報かもしれないけどね。だからリッチレーサーとか必ず出してたでしょ。だから、あ、来ましたね、ついに天空の塔ですね。話してる間に天空の塔来ましたね。リッチレーサーの発売日がプレステの発売日ですとかあったそうですね。あ、いっぱいあったいっぱいあった。これが天空城ですね。ちなみに天空城の元ネタはハイドライド3ですね。ハイドライド3が元ネタですね。これはハイドライド3で天空城に行くっていうやつがありましたんでね。あ、あれだ、ごめん、仲間入れてこないと、ルーミア、ルーミア、あ、ルーシア、ごめん、ルーミア違って、ルーシアね。ちなみに RTA とかやって、時のプレステがやたらナムコと組んでたのはそういう理由が、サンケイビズにナムコのその件について記載ありますね。ああ、よかったよかった。あ、これで世界中の雫ですね。で、世界中の雫は使うたびにこのモンスターに話しかけるともらえますね。よかったよかった。フェイク情報じゃなかったのか。俺も聞いた話だったから、もしかしたら、フェイク情報かもしれないと思ったからね。来ましたよ、天空城の王様にね話しかけましょう。王様ですね、ドラゴンですね、マスタードラゴン。シュウさんの頭の引き出しは一体いくつあるのか。ごめんなさい、だからゲーム実況って言いつつ別の話ばっかしてるけど申し訳ございません。バーバラさんチーズ、ああバーバラ説があります。それ賭けようっていうか丸それを世間で言う丸投げじゃないのかね。ねえ、マスタードラゴンさ、パーティーに入ってくれたらさ、ゲーム実況雑談、無能ドラゴンさんチース、よく言われるね。はい、これで天空の剣が本来の強さになりましたね。これで天空の剣が本来の強さになりました。おお強いねえ、攻撃110もありますか。後年はなぜかおっさんになるバーバラさん、わら。
で、さっきルーシアが離れたんで、新しいね、あの9番目の仲間を入れたいと思います。あ、こいつ、こいつですね。ここでトロッコで遊んでたり、このドラゴンの威厳が感じれなかったりしますね。ドランですね。ドランはかなり強いですね。ドランは普通に、あのルーシアはね、あのベホマ使えるから。ドラクエ4ってそんなに仲間いるのか。あ、いっぱいいますね。6の最後に生まれた未来マスタードラゴンって言ってる人もいるね。はい、男性陣がっかり。はい、じゃあ、あのなんだっけ、あ、男性陣、あの準備して、最後の、あ、実質ラストダンジョンですね。実質、ラストダンジョンに、行きたいと思います。あ、小さなメダル預けてくるかいっぱいあるから小さなメダルが山のようにあるからね、そう預けてくるか。ちなみに奇跡の剣は、とあるモンスターがドロップするんでね、交換しません。奇跡の剣は、ライアンと、あれか、トルネコが最強の装備なんで、ドロップした剣はね、ライアンに、装備させますんでね。本当は交換できますけどね。これで、あ、不思議なボレロは、あのあれかな、ブライあたりに装備させましょうか。じゃあこれでね、宿は止まってセーブして、実質ラストダンジョンにね行きたいと思います。あ、ちなみによくある質問なんだけど、これドラクエのキャラクターが5人並ぶと点滅してるのはなんでなんですかっていうと、スプライトの関係ですね。昔のゲーム機は、ゲームってあのスプライトでキャラクターを表示されてるんで、スプライトの限界があるんですね。限界が、で限界があるんで点滅させて、交互に表示させてるっていう感じなんですね。一番多分そのスプライトが分かりやすいのは、ゲームボーイの、ネメシス2かな。ゲームボーイのネメシス2って、すごい頑張っちゃった結果、スプライトの限界を超えちゃってて、どうしたかっていうと、全部スプライト、点滅表示にしちゃった結果、動画にするとね、結構見づらいんだよね。気になった人はネメシスやってくださいね。で、ここです。ここに落ちると、ラストダンジョンですね。スーパードンキーコングのあれは違うのか？いや、あれも確かにそうだね。あ、光のドレスですね。2個目の光のドレスですね。どうしよう。どうしよう。アリーナでも装備させる？ネタとして。多分見せないとさ、なんかいまいち多分信用されないと思う。何着も手に入るのか。ある意味呪いの装備だけどね。アリーナの持ち物がいっぱいあるんで、世界中の花はあれか、ライン戻せようか。
ね、あの、か、あの、あのね、あの、見せないと多分、いまいち信じてもらえないと思いますんで。強いな、ベルゼブ。液晶の残像を利用して空と地上の2つを同時に表示させてるのって何でしたっけ。その後は褐色しまいにおそろで消せる。二重スクロールかな。二重スクロール、あのプログラミングでスクロールをあの二重でやってるんだよ。あの80年代の半ばぐらいから出てきたやつで、あの背景と、あ、なんだっけ、あの背景とゲームの、あのプレイヤーの、あの手前の手前と奥かな、簡単に言うと。あ、来ましたね、まだまだですね。これがあの、あのね、あのモシャス使っちゃうやつですね。終わっちゃったね、モシャス使う前に終わっちゃった。二重スクロールって当時すげえ流行ったんだよね。ただあれ、最後の鍵の材料、そう、あれただすごいあのプログラミングだよね。うわ、先生マヘアドやめてくれ。メガドライブとかに多かったかな、二重スクロールは。あのシューティングゲームとかでね。スーパーファミコンとかになってくると当たり前のように二重スクロールしてましたね。ああ、大魔導、うわ、マジかい。マジかよ。ここで跳ね返してくれればね。マジかよ、大魔導、ここで出んのかい。うわ。スーパーファミコンはそれとかそんな感じなのか。いや、先生、ザラキ聞かないよ。クリフト先生、ザラキは聞かないよ、こいつに。命を、あ、眠らした。眠らした。こいつ HP1000 あんだよ、これ、確か。こいつ HP がね、ダメージきつい。HP が1000ぐらいあんだ、こいつ。だから、クラフトさん、あの、聞かないよ、これ。まだ学習タイムだから。そうだ。出た、ゾーマの化身説あるやばいやつ。確か、相手も、装備落とすのかな。魔人の王だ、あれなんだっけ、なんか装備落としたあとですげえいい装備、なんかすごいいい装備落とした記憶があるんだ。ただ HP1000 あるからね、初期中の面目役所だな。そうだ、なかなかなんか普通に戦うのは結構きつい相手ですね。まああれだね、あのボス戦ではあのなんだっけ、光の道で役に立たないけど、あの道中はあのいいと思いますよ。道中は、道中はほら、あの敵の攻撃をね、あの跳ね返すならいいと思います。ただボス戦はね、あの回復があの跳ね返されると大変なことになるんで。実はマホトーンがたまに効くというわね。ああ、効くだろうね、多分。あのボスでもないしね。まあ。まあほとんどやればね、あの名前の通り、あのそんなにあの強じゃなくなっちゃうからね。これバーラックって見るとさ、バーダックとさ、あのバラダックを思い出してくれるけど、バーダックはあのドラゴンボールのシーンはわかるでしょ。あのバラダックってあの昔あのロボットアニメがあったんですよ。じゃあ知らないかも。いや知らなくていいよ、多分ね、50歳ぐらいじゃないと分かんない。チャラチャチャチャララバラダックっていう歌があったんだよ。いや、なんでもない、なんでもない、なんでもない。やめようか、やめようね。うん、やめようね。うん、リスナーさんも困惑する内容はやめましょうね。初めて聞いた、スーキーナンダーバラダック。そう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 。そう、それそれそれ。多分ニコニコ調べたら意外となんだっけ、あの動画あたり出てくるかもしんないね。ニコニコ調べたら。頭の横幅が広いロボットでしたっけね。そうそうそう。1977年だと。スルーした方がいいって、スルーした方がいいって。ダメだよ。スルーした方がいいよ。あの、43年前のあれ、あの、43年前のアニメだから当時10歳でも53歳だからね。スルーした方がいいよ。
なぜか3年前にオピーとエドガール謎。ガンダムの方が若い。本当はね、ガンダムは79年ですからね。ああ、ここあれか。絵本とかで見かけたくらいで、さすがにアニメは見たことないな。ゲッター2の武器とゲッター3の胴体を持つロボットだな。ああ、昔はね、ドリルとか流行ったからね、昔は。ドリルとか当たり前だったからね。ドリルとかハンマーパンチとかさ、当たり前だったからね。あれ、ガンダムだってそうじゃん。ガンダムだってさ、ね、ハンマーとか使ってるじゃん。なんでニコニコ、バラタックで検索すると56個も動画あるんや。いや、意外とみんな好きなんじゃない？ニコニコはほら結構と50代とか60代の人も見てるらしいからね。ニコニコは懐かしい。バーダックというとあれかな、ソリッド、ソリッドスカウターだっけ。あの曲がすごいいいよね。ほらなんだっけ、バーダックの話に流れる曲。やぼったいあの感じがいいのかもしれない。調べてたら関連で聞いたことないロボットアニメたくさん出てきた。ああ、私はほらロボットアニメ研究家でもあるんで、結構いろんなロボットアニメ知ってるんですよ。だからたまにね、ソリッドステートスカウターですね。そうそう、あれめっちゃいいよね。あれなんかほら YMO みたいなやつ始まるんだけど、すごいよねあれ本当。あ、ちなみに YMO ってどういう意味かわかる？みんな YMO の意味わかんない人多すぎてびっくりしたんだけど、あれイエローマジックオーケストラの略で略なんだよあれ。だから意外と知らないんだねみんな。驚いたよ本当に。 YMO 聞いてましたって人もさ、テクノポイ曲でしたね。グレンダイザーのスクリュークラッシャーパンチとドリルスペーサーもその辺のフードが関係あるのかな。そうそう、YMO が有名だったのは、まあマグネロボ関連が出るでしょうね。そう、 YMO が有名だったのはサーカスっていうゲームのテーマを演奏したやつがあるんですよ。それが超有名かな。しかもあれ何がすごいかっていうと、ゲームの音を取ったんじゃなくて、ゲームの音をそのまま使うと著作権に引っかかるんじゃないかって考えたメンバーが、じゃあ自分たちで作ればいいって言って作ったやつなんだよ。だからゲームから直接音を取れば簡単なんだけど、それやるといろいろ問題になるんじゃないかって。まだその頃ってほらゲームの音楽って著作権とかあんまり気にしないって言っちゃ悪いんだけど、まあそこまで話が広がらない時代だったじゃん。それなのにそこを考えて自分たちでやったんですよ。ちゃんと自分たちで曲を作って似せたっていうか、まあやったんだね。YMO があったから多分なんだっけ、後のほらなんだっけ、ズンタタとかああいうこうなんだっけ、ゲーム会社がのゲーム会社の社員たちがゲーム音楽をやるっていう文化が生まれたって言っても過言ではないと思うよマジで。本当にゲーム音楽っていうのがちょうどね、こうほらドラクエもそうだけど、ね、こう注目された頃だからね。結局は素晴らしいもんね、ドラクエのね、オープニングがね、オープニングとかなんてまさにね、名曲だからね、本当に。あれ？あれ？こっちが正解じゃねえかったかな？あれ？こっちが正解？あれ、どっちが正解かな？どっちかがね、アイテムで、どっちかが、なんだっけ、進むルートだったはずだな。あれ？どっちだろう？いや、行ってみようか。まず先に進んでみましょうか。どっちかが進むルートで、どっちかがアイテムだけのあるルートだったんだ。まず先進んでみましょうか。先進んでダメだったら戻ってきましょう。こっち、
ドラクエでいうとね、あの勇者の挑戦とか未だに人気でしょ。あのドラゴンクエスト3のラスボス戦の曲ね、あの勇者の挑戦とかはまあ素晴らしいもんね、ほんと。あの4のさ、こういうほら通常戦闘テーマとかもね、素晴らしいよね。だ大の大冒険も今年アニメでやるときにさ、あのドラクエの戦闘 BGM とか使っていただけるといいかもしれませんね。ね、あの1からさ、あの11までのさ、ドラクエの戦闘テーマをさ、アレンジしたやつをあの大の大冒険のこうなんだっけ、あの挿入 BGM として使っていただくとさ、あのいいかもしれないよね。勇者のふるさとおばしゃのテーマはほんと好き。ああいいです。なるほど。こことヘロスで無理やり突っ切った記憶がある。あ、これトイロス通じるんだっけ？え、マジで？俺初めて知った。こうトイロ使える、使えないやん。ハイジュさん、使えないやん。あのこれダンジョンだからトイロスは無理だなと思って、無理だと思ったら使えないやん。ハイジュさん。びっくりした。トイロ使えると初めて知ったと思ったよ一瞬。わらわら。え？って思ったよだから。リメイクは無理なのか。わらわら。こいつのこのスモークグールはね、これがめんどくさいよ、スモークグール。スモークグールは、ね、打撃受けるとね、あえて今分裂すんの。あれかね、これ待って。違う、オリジナルじゃ無理なのか、わら。あ、マーニャまだあれか、イオナズン覚えてねえのか。マーニャイオナズン覚えてるんだったら。ああ、こっちミスだ。はい、あの、戻りましょう。こっちミス。こっち、あの、間違い。こっちが。あれか、魔法の聖水使おうか。聖水とかとヘロスってダンジョンじゃ効果なかったのか。そう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 。こいつら本当に嫌いな、こスモーク。あ、分裂しますよ。あのいつも通りダメージ無効したり分裂したりするんで。リメイクは有効だったはず。一部ダメな場所もあったけど。ああ、なるほどね。リメイクは確かさ、あのなんだっけ、トルネコが忍び足覚えなかった。だからそれで十分あのなんだっけ楽だった気もするよ。あの忍び足があればほら、あのリメイクのあれじゃん、ドラクエ3もそうじゃん。忍び足があるとさ、あのそれだけでほら。トルネコの大冒険でも分裂スモークグールに苦しめられた。ああ。トルネコの大冒険、トルネコの冒険とかもやっていいかもしれないね、スーファミの。あれもめっちゃ面白いもんね、ほんと。つかさ、トルネコの大冒険さ、確かさ、20年ぐらい前にやった時にさ、攻略を見ながらやったらさ、速攻全部終わっちゃってさ、あのファミコン、スーファミのやつね。あの、だから、ああいうのはね、攻略本見てやんない方がいいね。あの、ほら、全部さ、あのどうやったらいいかって見てはやっちゃうとさ、あれ、すぐ終わるよ、あれ。本当に。だからまあ初代はね仕方がないとは仕方がないんだけど、まあね、あの初代だからね、まあ、結構多いよね。昔のゲームってさ、あの何も見ないでやるとさ、あのすごい時間かかるけど、なんか見ながらやっちゃうと、あっという間に初見の敵がわからないからこそ面白いですね。ああ、だから一番わかりやすいのは謎。なぜカロトのブグが装備できたせいで子孫じゃないかって噂が出た。ああ。あれは本人がレベルアップするゲームですからね。いや、例えばほら、謎解きゲームなんてまさにそうでしょ？謎と、例えば一番最近でもないけどわかりやすく言うと、逆転裁判とか。逆転裁判はさ、何も見ないでやるとすげえ面白いけど、あんなの攻略サイト見てみたら、やったら、ただの作業ゲーで終わっちゃうからね。だから、ね、あれは悩んで、その謎を解いていくことに、意義があるゲームだからね。だからほら、例えば、なんだっけ、ね、ファミコンの、ポートランドとかもそうでしょ、全部。あ、でも、何も見ないでやるから面白いんであって、なんか見ちゃうと、ただの作業だからね、ほんと。
ただ多分いずれ初代ゼルダをねやるアトランティスを見ないでプレイをしたらそれクリア不可能じゃないかな。ただね、私近々多分 YouTube の方で初代ミシシッピーは無理でした。初代ゼルダやると思うんだけど、あれはね多分何も見ないでやるとね多分クリアできねえよ。初代ゼルダ